はい、というわけで皆さん、今回ニーラやっていこうと思います。ルーンは、楽しくなっちゃったので、悪劇シールドバッシュ心身調整正規付与って感じです。でサポートはズバリもタリックが最強最悪です。タリックが E 使った瞬間、僕が E を使うことによって敵に 100% スタンが当たります。でタリックのヒールも強いでしょ。でウルトが終わった瞬間、まあ俺がウルト使ったとか、タリックがウルト使った瞬間俺がウルトを使うことで、ほぼ無敵を2回連続で使えるという、最強最強ってことなんだよね。つまりはそうだし、ちなみにファーストタイムです。ファーストタイムのニーラどんぐらい使えるのか皆さんご注目ください。そうさ、ニーラのツイート、その実装のツイートにさ、川のように流れ無知のように打つって書いてあったんだけど、いや無知で打ってるよねって思ったの俺だけじゃないと思うわ。まあ、蝶のように前、蜂のように刺すと似たような感じだと思うんだけど、いや無知で打ってるよね、比喩でもなんでもなくないって思って。おすごい、なんか今経験値がたくさん生み出されたような感じがした。あれこれ初手何取ってる、タリック行ってー、別に9使っとくぐらいでもいいのかもしんないな、これね。あ、これちょっと冷静、これ無理だな、一旦無理。なんかこいつさ、オタクのダメージ高いな。倒したのレンジミニを一発で取れるんだけど、減ってないのに体力。水こそ私の武器、このチャンスなら怖くない。ファーストブラッシュ、これ無理だな。敵を倒しました。オッケー、まだねえけど、オッケー。やっぱタリックなんだよね。やっぱりタリックなんだよね。このチャンピオンね、まあ2コア、なんかレートキャリー感が結構あるから、2コアなんじゃないかな。2コア3コアじゃない ?3 コアだったら多分ほぼ最強レベルだと思う。お互い無敵だ。いいないか。敵をクリックするように打った方がいいよ。敵が離れてるとね、当たんない結構。あ、これ。うちで本に飛べるから。CB は来たか。CB は6だな。結構強いぞ。ナイス。え、待った、ファッと待って、強くすぎない。こっちエースってそんな必要なのかな。どうなんだろう。じゃあ、もう一回スキル、読み直すわ。結構前に読んだから忘れちゃったわ、スキル。パッシブ側のヒールとかシールドですよね。この範囲内でシールドとかヒールが発生すると、ニーラにもつく。もちろんニーラが得たシールド、ヒールも味方につく。ウルトとシナジーがあるんだよね。ウルト使うと自分にすげえ量のシールドあるから、それが味方につく。で、Q、パッシブで、クリティカル積むと、物理防御貫通が得られる。で、オータラクル当たらダメージの一定割合を回復できる。これもクリティカルレート。で、Q でダメージ与えると、あ、惜しい、無理だったか。一人っぽくね。よし、みんな今の良くない？今のプレイ良くない？結構いいダメージ出るわ、マジで。結構いいダメージ出る。まあ今ユーミがね、乗れずに死んだってのがあるけど、俺がノックアップしたから。やべ、キュー使うの忘れてた。ちょ、ワッシュで物理防御貫通手に入ってるから、脅威積んでいいっすか？コレクターいいっすか？コレクター。モアダメージ。モアダメージ。フリーズ。言い上げていい？これ。でいいよね、多分。ダブル、何回でもこれ、再使用できる気がしない。最短で22秒って長すぎるだろ。あまりにも。さあ、これでクリティカル率ね、40%? で、Q の物理防御貫通が 12%。なるほど。なるほど、なるほど。で、4ダメージの 5% 回復。
入りてー。後ろから誰来る？誰も来ねえ。みんな逃げた。まあ、なんか普通に勝ったな普通に勝った。ニーランしようか。サミーラ、うん、なんとも偉いな。サミーラって感じはあんまりしないな。タワーオルの早いこいつ。タワーオルの早いって感じだ。行って、いや、タワー向こうあれバグだったらしいからすぐ直ったよ。これ K 一発で飛ばせるのかな、このミニオン。ほら強いじゃねえかよ。まさかにニコアだからな。キュースカー乗せるさ。キュースカーのマジで忘れる。いや、タワーにスキルが当たるという謎の概念がさ、信じられないよな。さあ、この時点でどんぐらい戦えるかだな。多分何人も来るけど、これさ、今なんかミスったかな。ダブルもっと早く使ってくべきだったか。来ねえよ、来ねえか。もう相手さ、やっぱこうミラーはさ、一回負けたらマジで勝てなくなるからさ、もう来ないんだよね。行く行く、ミニオンにいいし、いけるこれ。足早くするか。強い、強いじゃん。別に今ウルト使わなくてよかったな。贅沢すぎるわ、使い方が贅沢すぎた。あ、くっそー、キュー当たんなかったせいでメレのまんまだ。これさ、キュー当てるか当てないかマジで大事。キュー当てるか当てないかマジで大事です。皆さん覚えといてください。当たんないとき弱いっすよ、このチャンピオン。結構耐えた、結構耐えた。多分このオータラックの 8% 回復するっていう効果のおかげだ。まあもう手遅れなんだけど、完全に。これ9のダメージ結構やばい。むしろダメージいくつだこれ。533のダメージ、いいね。ほぼさ、あれなんだよね、クリティカルダメージが出るんだよね、キュー当てるとオータラックの。これ次何積もっかな。やっぱ知見だろうな。ありがとうございます、返します。おわ、びっくりした、変な人いたわ。今見てなかった、ちょうど。そっち入ろう、そっち入ろう、そっち入ろう、そっち入ろう。ペチ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 。ユー、やったー。残念だけど、あんたと私が力の差がある。あ、なんだこいつ。ペンタだろ、おい、ペンタ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 です、ペンタ。おい、ペンタだろ、ライアット。ペンタなんですけど、どう見てもグーッ。4000な、4000アップゴールドたまった。9のダメージが今4ダメージの物理防御貫通 26% は、もうデフォで 40% あるんだけど、物理防御貫通わいいね。9999ダメージだって、いいな、いいね、いいね、気分いいね。こんにちは、これ2回使えるよ。いやー、いいっすね、気分。いや、タルク言ってな。てかさ、今さ、ウルトでさ、味方にどんぐらいシールド与えたんだろう。相当与えたと思うんだよね、シールド。見えなかった強すぎて見えなかった。やばすぎ。ちょっと待って、これタワー折り、ちょっとみんな見て。わお、わお、
味方がインヒビターを破壊しました。このやめた方がいい。え？ミニオニコで当てて発動させれば。おちょ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 、あかり頼む、あかり頼むって、ちょ頼む、お願い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 、 お前そういうことするなら俺は、まあ、仕方ない、ちゃんとインフィ追ってやるか、仕方ないな。そう、絶対ペント取らせ、これじゃインフィに当たんないみたいなのを聞いたんだけど、当たるわ、よかった、当たりました。え、待って、え、待って、なんで死んだあれ、あかり、待って、やばくない、今のあかりの死に方やばくない、誰か半分ぐらいあったけど急のパチンって死んだんだけど、え、いいっすか普通って。あ、ジジ最強。いやー、これスノーボールした時のヤバさやばいね、ヤバさがやばいね。で W とかウルトラか関係なしに、なんか強いダメージやばすぎて全身だわ。ジジ